TBS Podcast。 皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天ポッドキャスト、今日は771回目です。Apple、Spotify、Amazon Music、Google など、各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、11月27日放送分、安住紳一郎の日曜天国。今日はゲストコーナーをお聞きください。それでは今日のゲストです。歴史学者の磯田道史さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ここ2年はリモート出演でしたので、はい、ここをスタジオに来ていただくのは久しぶりということですね。そうですね、待ってましたよ、私も出たくて出たくてもうそれは言い過ぎじゃないですか。いやいや本当そうですよ。だってね、これ出ると日天ファミリーと称してなんかいろんな人声かけてくれるんですよ。嬉しいですね。いや嬉しいですね、こんな番組他にないので。そうですか、はい、いやありがたいですね。今年で16年目ということなんです。そんなになります？16年ですって。はあ、だから磯田先生がまだ35ぐらいの時からやってますね、出てくださって。いやー、でもこの過密スケジュールの中、安住さんがこの番組を続けていらっしゃることもすごいね。いやいやいや、やっぱこの聞いてくれる人が愛おしくてしょうがなくなる番組だってのはよく分かった。16回出て。あ、そうですか。いや、またそんな風に言っていただくと嬉しいですけど。そうですね、磯田先生も最初は茨城大学の先生だったんですが、そうでした。それから浜松の静岡文化芸術大学って、でも今国際日本文化研究センターっていう。そうですよね、はい、でもう今教授になられたんですよね。なっちゃったんですよ。むしろ遅すぎだろうっていう声もある中で。いや、そしたらあの本人も書いたんですけど、妻が、はい、なっちゃった、ちょっと僕忙しいの嫌なんで、そしたらご愁傷様って言うんだよ妻が。よく分かってんなあんた人の気がって思ったけど、思ったらなんかね、本にそんなこと書いてたら、教授になってご愁傷様っていう人珍しいねって書かれてたのに、あ、でもちょっとなっちゃいましたね。本当に先生はもうあれなんですよね、出世欲とかそういうものがないから、もう本当に自分がこうやりたいことをやるために、勉強するだけっていうこと、ね、会議が増えたら、あのどっかあそこで遺跡が発掘されて説明会があるとかあるじゃないですか、重なってたりしたらむっちゃ傷つくんですよ。もう会議、古墳の頂上部で、なんかすごいの発見みたいなのあるじゃないですか、だからもう最近だと岡山で、あの造山古墳っていうのがあって、全国4位の大きさだったと思うんだけど、調査できる最大の古墳、300メーター超えて350メーター近いような、あの古墳で、あのなんか見つかったと、それで、まあ、説明会だっていうながらその日に会議が入ってる、こんな辛いことはないね。でもそれはもう教授っていう立場になったから出ないと怒られるから、その上なんかうちのところも20人だけ博士課程の大学院生がいて、まあそれ意義がある仕事なんで一生懸命やってるんだけど、なんか結構その専攻長って言って、まあ学部長に当たるようなことをこの年になったらやんなきゃいけないわけですよ、なんかいや学生と触れ合うのは僕好きなんですけど、ただ会議は嫌いなんです、会議は。ああ、そうですか。いやでもね、国際日本文化研究センターもこれだけね、名前の知られた磯田先生を少しねこう前面に出したいみたいなところもありながら、でもその仕事を嫌がるっていうね、意義のある仕事ですとは言いつつ、ものすごい今声のトーン下がってたもんね。なんかね、苦渋の表情でした。苦渋の表情で。1970年、昭和45年生まれ、51歳、岡山県のご出身。2016年から京都に拠点を移し、現在は国際日本文化研究センター教授。2003年武士の家計簿で第2回新潮ドキュメント大賞を受賞。2016年には武士の日本人が殿利息でござるのタイトルで映画化され大ヒットとなりました。令和の司馬遼太郎と呼ばれています。磯田さんは古書店などで古文書を
買っていろいろ発見するのがライフワークになってますが、最近のちょっとヒット作をぜひ教えてください。最近のヒット作、あ、そうだ、修学旅行の起源って僕結構気にしていて、修学旅行ってまあ明治から始まってだいたい教育系の学校で始まるんですよ。そうなんですか。はい、あの師範学校みたいな、でそういうところからで明治26年の奈良の尋常師範学校の生徒54名が伊勢神宮三重の方へ参った時の修学旅行の日記が出てきたんですよ。でこれ面白かったですね、はい、あの軍隊みたいにもう歩いていくんですよ。1日平均28キロ移動するんだから軍隊の行軍でも早い方だと思うんですけど、で散々歩いて伊勢松坂の町に着いてみると、はい、なんと予約していた旅館が火事で焼けてなかったおいこの日記かわいそうになってさこれで今、まあ、旅行代理店とか中入ったりしてますけど、当時はなんか、おそらく教諭が電話ないから、ね、まあ、電信はあるでしょうけど、まあ、そんなんで予約取った旅館が行ってみればないんだよ。たどり着いたのと、今だったらワイドショーがもうかぶりつきでしょうね。そう、ところがそのこんだけ、プリミティブな原始的な社会に見えるんだけど、はい、意外だったのはその周辺資料を見ていくと、はい、大正だとかから結構海外の修学旅行はある、ハワイへ行ったり、まあ、中国大陸とか朝鮮半島を見たり、だからその戦前の第二次大戦以前の日本人っていうのは海外へ行く意欲と目っていうのは大きいなと、勉強するんだったら海外、だから修学旅行行くんだったら海外修学旅行なんて豊かになって僕戦後のもんだと思ってたんですよ、もうバンバン行ってる。はあ、そうなんですか。じゃあ1年2年は行けないけれども、ちょっと全員で短期留学的なことを修学旅行でやってみようみたいなのは大正時代から考えとしてはあった。1年2年っていうかもう旅行で、例えば週単位ぐらいで1週間行ってくるとか、そういうような、はい、あ、そうですか。でこういうことを見た、どこどこ行った、いくらお金使ったみたいなことが司祭に書いてあるんですか。書いてます。あ、でもね、夜ね、要するに僕はすげえなと思ったの、今修学旅行って基本旅館から出さないのが多いんですよ、不祥事を聞くから。でもね、夜はもう夜遊び OK なんですよ。昼間歩き通してるから、もう見るとこないから、もう夜のかなり遅くにもう帰ってこいよって言って放っちゃうんです、学生か子供たちを。子供だってまあ尋常師範だからかなり大きくなってるんだけど、もっとなんか自分お小遣い持って伊勢の町とかで、松坂の町とか、もう松坂旅館がないから分縮したんでしょうけど、別れてしたんでしょうけど遊んでなんか地元の美味しい伊勢うどんでも何でも食べたんじゃないですか。いや、そのうどん食べたとかいう記述があればいいんだけど、確かそれはなかったような気がしますけどね。あ、そうですか。磯先生はこの文献探してたんですか。学生に一人修学旅行研究を始めた人と、はい、あともう退職しちゃったんだけど、イギリス人の教官がいて、でそうケンブリッジかなんか出ておられるすっごい先生がいらっしゃって、それで日本における伊勢神宮の扱いを研究してた。それで伊勢神宮を明治になったら、それまでは実は伊勢神宮って結構風俗っぽいのも一緒になって存在してたな。男たちは伊勢にも参るんだけど、そこで歓楽街でも楽しむみたいなところがあったのが、真面目な伊勢にどんどん明治になったらなってって、農業を進めるための博物館だとか、でそれに変わっていく様子の資料だと思ったんで買い取ってきて、その先生にあげたんですよ、でその途中で僕も読みたいから、それで写真を撮って読んでたら、こういう、うわ松坂で宿がなくなってるよとか今だから笑えるけどね、もうあの時間だから、かわいそうだよ、大変だったと思いますよね。そのケンブリッジの先生は伊勢っていうものが昔は八木さん北さんで、もうちょっとあれですよね、伊勢参りを理由に男たちがちょっとそこで遊んだりするみたいな歴史もあったっていうことを調べてた。そう、そういう調べてて、僕も伊勢音頭って言って、その機内とかその周辺一円に、そこでこう、まあ、歓楽街のお姉さんたちと一緒に歌う、こう歌がたくさん残ってて、民族的にも面白いんですよね。いや、
一つの明治時代の記録からいろんなことが分かりますね。歴史学者磯田道史さんに今日お話しいただくテーマこちらです。さて一つ目は徳川家康の話ですが、来年の大河ドラマは徳川家康ということで、いろいろこれから話見聞きする機会増えそうですね。先生家康の研究詳しいですもんね。僕は浜松に移住して彼が住んでた町の息吹を感じようというのも一つの意図で浜松にね、はい、行ったぐらいですから、今回大河ドラマどうする家康ってこれ絶妙なタイトルですね。そうですか。最初は消費者金融のどうするなんとか消費者金融みたいな思い出したんだけど、確かに選択の連続なんで、若い時をね、描くっていうこともなかなかいいんじゃないかなと。タイトルいいと、どうする家康、選択の連続だった。まず19歳の選択、これはどういうことでしょうか。これね、19歳の徳川家康っていうと1560年桶狭間の戦いですよ、はい、で家康が生まれたところっていうのは三河の国ですか、まあ、今の愛知県の東部ですからね、はい、あそこはね周りにね敵が多いんですよ、まあ、三強敵、はい、進化の法則って僕呼んでるんですけど、東側に今川がいて西側に織田がいて、はい、織田弱そうに語られますけどあれ強いんですよ。尾張の国ってものすごく、はい、お米取れるんで、物なりいいし熱田神宮があって、はい、港都市はあるし、それで北にはねしかも武田という、そうですね、日本最強の山岳民族がいるわけですよ、はい、怖いですよこれ、こんなに囲まれたくないと。今川義元もなんとなくちょっとこう、くげかぶれしてみんなが少しバカにしてるような後年ありますが、ものすごい実力者なんですよね。実は違うんです。ものすごい文化の中心で駿府っていうのは、ほいでしかも駿燕さんって3カ国に影響を及ぼしてて、はい、それで前奏のものすごい頭のいい人たちとかが軍隊の指揮取ってたりするので、ちょっと古めかしいんですけど、はい、決して弱いところではないと。だこれだけ囲まれるとだいたい3つしか道はなくて、滅ぼされると、はい、まあ属国になるか、あとなんかこういじめられてるうちに化け物みたいに強くなるっていう3つしかない、でこの3つ目はなかなか気づかないんですけど、生物学的に言うと共進化という言い方するんですが、はい、共に進化する。どういうことかというと、例えばキツネがだんだん足が速くなってくると、はい、やられそうなウサギの耳が伸びたり、うん、さっとすぐ隠れるようになったり、まあ、だから、まあ、今川とか武田とかが強く徳川を襲ってくると、うん、弱いウサギの徳川は忍者を使ったり、うん、重宝力を忍びを使ったりして、その部分が異様に発達してくる。それで問題を解決してるうちにいくつかの幸運が重なって、強敵が敗れたり、強敵が滅んだりすると、まあ、気がついたら化け物みたいに強い大名家になっているという、でその状態だったと思うんですよ。巻き込まれ人生なんですけど、だからゾクゾクする、確かにゾクゾクっとしますね。そう、3つの強いライバルに囲まれたがゆえに、驚異的に化け物みたいに発達するっていう、それが徳川家だったって、それと6歳で今川のもとに送られて、まあ、俗に人質と言われてますけど、はい、人質というよりはなんか奉公先みたいな感じ でしかも当時の駿府はやっぱり文化の中心で、はい、あそこで勉強できると結構な知識手に入るんですよ。漢文を読むだとか、そうするとどうでしょうかね、そのまま岡崎にいても家来におそらくバカにされるような、はい、振る舞いも時としては殿様の子供って見せるけど、今川の駿府に行けばそうですね、なんかこうハーバード大学留学みたいなになるわけよ。それで情けないとこを見せてないまま帰ってくることになるので、優秀な若者、なんかちょっとカリスマっぽくなれるんですよね。うちの2代目社長はハーバード留学し MBA を取得して帰ってきましたみたいな、今川家から戻ってきましたみたいな、もうその感じで、その若様と一緒に家来たちが桶狭間の戦いの戦場に出たと、はい、そしたら頼りにしてた自分とこの今川義元があっという間に
殺されちゃったらしいと信長に撃たれて、はい、どうするになるわけですよ、ええ、でここで家康には選択肢があって、まあ一旦岡崎城付近に寄るのは当たり前として、自分のもともと生まれ故郷である、はい、そこに留まるなという指示も今川から来るわけですよ。もちろん今川の本拠地の方に戻ってこいと、うん、もうそこの岡崎を通り越して、はい、もう駿府まで帰ってこいと、あんたの妻子の、はい、まあ、後の築山さんと後の信康という二人の子供と亀姫だったかな、はい、いるから、早いと帰ってこいっていう話がある、はい、だけど家来にしてみると、はい、家康さんはそのまま人質先の駿府には戻ってほしくないわけですよ、うん、なぜか家康が戻ってしまうと勝ちに乗じた何せ信長尾張大国ですよ、はい、それが国境線を越えて矢作川を越えて、まあ、うん、安城岡崎と制圧してくると、はい、自分たちの領地がなくなると武士としてやっていけない、うん、なるほど。そうなると家康は家来たちのために岡崎に残って、うん、織田のあの強い勝ちに乗じた信長と戦い続けるか、はい、ええ、それか妻子のもとへ帰って、うん、家来はもう地獄の苦しみですよ、どんどん 西から順番に領地を奪われ、うん、 で、 ね、うん、でもぬくぬくと、かなり贅沢な暮らしはできる駿府静岡で暮らし続けるかって、うん、でもこの場合は多分今川ほっといても滅亡したでしょうから、はい、氏真と一緒に家康も没落する、うん、だけどもともと三河の松平家名門だってことはもうこの時代にはみんな分かってるから、はい、どっかの武将の家来として雇われて細々と松平さんみたいな、うん、せいぜい僕の家ぐらいのもう無名のちょっとした領地をちっちゃなちっちゃな領地を持ったお家として歴史のに埋もれていたはずなんですよ、うん、ところがここで家康は決断しましたね。もう今岡崎へ戻って家来と一緒に信長と戦い、うん、その後妻子を危険にさらしてでも今川との同盟を断ち切って、はい、信長とつくと、信長へつくと、うんうん、この時の決断は自分一人でしたんですかね、どうなんでしょう。いや家来に散々言われたって記録残ってます、ね、あ、そうですか。いやだって妻子いてこの時代、うん、妻子人質に取られた状態で裏切ると、はい、串に貫くって言って貼り付けされたりして、もう殺害される、しかも公開処刑なんですよ人質が、で実際家康が今川から袂を分かった時、うん、家康の妻子は義元の息子今川氏真と顔見知りだから氏真気が優しいから、はい、やっぱ顔見知りの人は優先的に殺さなかったようですが、対して親しくもない豊橋あたりに預けておいた家康の家来の人質たちは次々に豊橋を流れる川の上に、はい、川の前へ引き出されて、刺し殺されて10人ぐらい殺されてますね。だから家康そのたんびごとに家来が怒りで渦巻くわけですよ、今川の野郎人質になったのを刺し殺して子供もいたのにとか言って、家康さんあんな奴らと一緒に歩んではいけませんよとか言うと、家康にしてみると俺の子供もやられるのかと思うんですけど、でしかしここは上手なところで石川数正というような家臣とかがみんなで頑張って、さすがに家康さんかわいそうだと、うん、お金を出して甲賀忍者を呼び集めて、特殊作戦で蒲郡というところにある鵜殿という城をいきなり夜討ちして襲って、そこの若様を生け捕りにして氏真に突きつけて、これこの交渉石川数正という名外交官 の家来がやるんですけど、氏真さんあなたと親しい親戚の鵜殿の子供今いますと、家康の子供の信康戻してもらえないでしょうかって言ったら応じてくれた、それで家康はまあ、築山殿と娘の方は先に返されてたっていう説が最近あるんだけど、とにかく全部の妻子を岡崎に引き取ることができて、いよいよ本格的に織田と組んで、まあ独立の道を歩むわけです。天下取りに燃えてたっていうよりももう本当に毎日毎日いろんな事情に翻弄されて、うん、鉄のハートを手に入れることになるという、うん、
それでの小田に着いたらね、はい、小田はいいとこかっていうと、小田家ってベンチャー企業みたいなもんなんで新しいけど、結構ブラック化するんですよあれ信長ブラック企業みたいになって、それで老舗の今川は、あの割と優しいんですよ文化的にもね、フランチャイジーな感じで、あのフランチャイジー老舗今川グループみたいな感じで、ほいで弱くなっても、あの名門であれば、あの支配は維持してくれるんですよね、あの飲み込んだりすりつぶしてゼロになったりとかはしない、だけど信長は結構人使い荒いですから、武田桜浅井とかの戦いにみんなこき使うわけですよね、松平軍が家康のもとにすっごい、もう家庭崩壊させながら俺たちのために頑張ってるっていう家来の信頼あるから行けとか言うと、討ち死に出しても、まあ尾張に比べて三河は田舎だから、田舎の人やっぱりあの純情なところがあるから、あの頑張って戦うんで、それを散々使ったと、そのくせ家康が武田信玄とか、ああいう、まあ、武田の信玄とかそういうのに襲われると、信長さんお願い来てって言っても本人は戦場に現れない、本人が現れるってことはあの時代強力な旗本衆という、軍団が現れるんで圧倒的に有利になるんですけど、信長は周りに敵に包囲されてるからとかいうような理由で、家康に本人で支援には行かないので三方ヶ原で大敗するとか、そういうことが起きるわけですよ、いやー本当に難しい、3つの勢力に囲まれながら、まあ、上手に舵取りというか偶然舵取りが成功したという、そういうことでしょう。磯田道史さんに話を聞いていますが、2つ目弱者の覚悟、これはやはりそういう本当に黎明期大変だったということなので、天下を取ってからも弱者の覚悟があって、かなり性格的には厳しいというか、そうですね、無駄のない性格になると、本当は芸事なんかもできた人なんじゃないかと思うんですけど、例えばノーマウとか、お茶とか、だけどあんまりそういうのに凝るとこないですね、あのそこはね、信長秀吉と家康は基本的に僕違うとこがあると思ってて、信長もあの、まあ、死のうは一条、必ず人間は死ぬ、一条を語りというあの語り起こすの、要するに後で語り草にされるような生き方を しようと言ってて、必ず死ぬ個体がテーマで、あと秀吉も露と落ち、露と消えにし我が身かなと言ってて、要するに消える生物っていう視点なんですよ、ところが家康はあれは家長久の人で、要するに松平徳川家が長々く続くように子子孫孫まで、それで、他の日本のお百姓さんのご家庭も長く子子孫孫まで続くようにシステムや何かをやってあげようっていう、こういう人なんですよ、なのでそうすると倹約とかいう発想が出る、そうです、もう建物に金箔貼りまくるのが秀吉や信長、だけど家康も付き合って貼ったことはあるんだけど、ある時便器の金隠しに蒔絵で金貼った時、怒って打ち壊させたって話が、何してんだと、こんなとこ使うもんじゃないよみたいな、はあとご飯をわざと美味しく作らなかったってのは本当なんですか？あれはね、麦飯食べてて、それであんまり家康さん麦飯ばっかりは美味しくないでしょうって言って、お膳の一番上のところにだけ胡椒が、麦をして、その薄い表面だけを食べると中が全部美味しい白米っていうお膳の盛り方出して出したんですよ、細かいねそれもねそれたら家康が、こんな盛り方ないだろうと、俺が麦飯食べてるのは、倹約の精神を、みんなに行き届かせるためで、こうやって麦飯にした分で一発の弾丸でも増やそうとしてるんだと、そういう無駄のないね見せかけじゃないんだと、家康無駄がなかったっつったら、ツバだって無駄に使ってないんですよ、三方ヶ原の合戦で逃げるとき、もう寒いし、鼻水やらツバ出てくんですよ、ふったら暗闇をみんなで逃げ、7人ぐらいで逃げる、逃げるときにペッペッとかって、なんか隣の家来の刀屋の鞘に向かってツバ吐いたりするから、失礼っちゃ失礼ですよね、ほんで最初多分ムカついたと思うんですけど、後で言うには
お前あの暗い中で俺の横にちゃんと一緒に逃げてくれたやつ、はい、後で確認するから、はい、そのために唾を吐いて、ええ、あの鞘を汚してたんです。お前ちょっと鞘出せと、はい、あの時本当に俺の横にいたって言うんだったら、俺唾吐いてるんだって、だから逃げる時の寒さで出てくる唾さえ無駄にしない生涯を送ると、まあおそらくその当時5万ぐらいの家あの豪族が日本中にいて、5万分の1位になったから天下人なんですけど、5万分の1に上り詰めるってのは大変だなと思ったね、うん、それだって自分にもあれですよね、生涯一の危険が後ろから迫ってるみたいな時で冷静ですよね。うまく逃げ帰った時に本当に自分を守ったかどうかの部下のまあ評価するために、報酬を与えるために、でももう何も今ないから、とりあえず唾をそのそれこそ刀の唾にかけて、で城に戻って匂い嗅いで、あ臭いなっつって近くにいたのねなんつって、そういう使い方ですから、いやちょっと確かに傑出しているというか、常人の想像の上行きますね。だってね、もうそのケチぶりってよく言うんですけど、まあ、使うとこには使うくせに、はい、あと女性たちにはちょっと嫌なのは、普通ああいうと、まあ、家康って晩年も若い10代の女の子をあの自分の奥向きに集めてて、ヨーロッパ人に、はい、あのおじさんおじいさんに近いのに、はい、なんかちょっとひどいとか言われるんですけど、あのしかもあんまり贅沢させなくて、はい、ご飯の味が塩辛すぎるとかって文句出て聞いてみると、はい、わざと塩多くして女性たちは美味しいご飯にするといっぱい食べて倹約にならない言ったとか、へあとあの足袋ですね、はい、あの御殿の中で足袋を当時は高級品ですから、はい、あの擦り切れるんで、はい、すぐ捨てようとするんですよ、天下人の奥向きだから、はいはい、うん、まあそうですよね、うん、贅沢にちょっと、また家康足袋回収箱って専用の箱が作られてて、ここへ入れてくださいって、はい、女たちもまあなんか入れる、そうすると家康がその足袋を、はい、溜まってくると一個ずつ、はい、これまだ使える、これは廃棄、これは修理とかいう風に、本人が分別したっていう逸話さえ残ってる、自ら自ら、うん、本体自ら、うわこれは地獄ですね、うん、ケチなジジイのところに嫁いじゃったみたいな、辛い、もうそろそろ死んじゃうから、うん、あとはあの贅沢三昧だわとか思ってたらもうむちゃくちゃ、それでそれを家風として定着させようとしている、ね、恐ろしいおじいちゃんだったわけです、はい、それはでも松平家徳川家が延々と続くようにということの願いがあってということなんですけどね。それではここで1曲お聴きいただきます。目黒区のネモフィーラさんからのリクエスト、薬師丸ひろこさんです。少しだけ優しく。著作権使用許諾申請をしていないため、リクエスト曲は配信できません。引き続き、ゲストコーナーをお聞きください。歴史学者、磯田道史さんをゲストにお迎えしています。磯田さんの新刊のお知らせです。日本史を暴く、戦国の怪物から幕末の闇までが、中高新書から税込み924円で好評発売中です。読売新聞での連載中のエッセイを一部加筆修正して掲載しています。忠臣蔵や最新忍者研究、明智光秀や坂本龍馬など歴史上の驚きのエピソードが満載です。ぜひご一読ください。それから家で飼われてたうなぎくんはどうしましたか。あれ死んじゃったんですよ。あ、そうですか。あ、ね、5年目だったんですけど、あの5年もいたんですか。いろんなもの食べさせたんです、鮭の切り身も食べたのに驚いたですね、はい、で一番好きだったのが生しらすで、普通のしらすも食べなくはないんですけど、はい、生しらすはやっぱり柔らかくて、人間だってねあれ、はい、夜の8時過ぎると溶けてくるから、うん、それ以前でこう発売時点の店に行って昼間ねね、正午ごろ買ってきて、もう一生懸命自転車飛ばして帰って、でうなぎに入れろったら、うなぎ美味しそうにみたいにしてもう口で開けて食べるわけ、はい、そしたらあの5年でメタボになってったんです。あの岡山の青うなぎっていうのがいて、子供の鼻水の色っていうのが、その脂肪がお腹に溜まった美味しい小島のうなぎの色なんだけど、あれになるんだと思って、僕はねそいつのうなぎの健康のことも考えずに反省するんだけど、はい、うまいもん食わせすぎた。
ほったら美味しいシラスを食べたら、これは勝手に僕は思ってたかもしれんけど、海に帰りたくなったのか、一回パーって外出ちゃったら、うなぎってすごいスペック で、垂直に登れるんですよ、滝を登るって言われるぐらいだから、水槽から脱走して、うん、ただ出ても半日ぐらいは水分があれば生きてるんですけど、僕そういう3分か2分ですぐに気づいて入れたんで、なんかこれは問題ないはずなんだけど、恐怖に駆られて大暴れ始めたんですよ、水槽の中で、ほいでお前早く早くここの、そう塩化ビニールパイプを沈めて、あのうなぎやアナゴっては体のどこかの部分が触れてないと安心できない生き物なんで、寝床に、ほんでそこを入れたら安心したのか、心臓麻痺じゃねえかと思うんだけど、全然他に問題ないのに、朝起きたら息絶えてるんですよ、やばいと思って、でまあどうしよう、葬式するしかないと思って、もう僕あの嗅覚が鋭いので、あれはもう犬と同じぐらいの嗅覚で、2匹飼ってた時に隣の水槽にうなぎ入れたらすぐ気づくほどだったんで、嗅覚員っていうね、ニョロニョロ孤児というあの戒名をつけて葬式始めたんですよ。これもう大真面目にあの木の木切れをね持ってきて、そこに毛筆で、そうです、この話で、ね、そんなにみんな興味ないと思う。そうなの。うなぎの葬式やったんですか。やったんです。なら、まあ般若心経とかも唱えて、後ろに家族もちゃんと座ってるかと思ったんですけど、全然参列してなかった。座らないですよ。僕しかこういうのには興味はないらしかった。奥さんなんかだってうなぎ買うこと自体反対なんですから。いやそうかな。なんだ、うなぎくんがいなくなっちゃったんですね。じゃあまた買わなきゃいけませんね。歴史学者磯田道史さんに話を聞きました。どうもありがとうございました。楽しかったです。11月27日放送分、安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきました。それでは今日はこの辺で失礼します。安住紳一郎の日曜天国、サッカーワールドカップセルビア代表ミリンコビッチ・ミトロビッチ・ストイコビッチ、離婚の原因性格不一致、お聞きの放送は TBS ラジオです。さて来週12月4日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは今年中にやっておきたいこと。ゲストは清水美智子さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。 TBS Podcast